連絡は取っているの？そう。わからない。私もしばらく会っていないから。会いたい？そう。ミユはここで働いているから、今の時間ならいるはず。ほら、いたわよ。いらっしゃいま。久しぶり。わあ、本当に久しぶり。同じ町に住んでるのに全然会わないからな。今日はどうしたの？お買い物？ええ。とはいえ私のではないけれど。普通はそう思うわよね。ということは違うの？この白状者は用事が済んだらすぐ帰るつもりだったのよ。本当に？一度会えばそれで用は済んだと言わんばかりの態度が薄情だというのよ。本当だよ、まったく。お盆しか休みが取れない社会人じゃないんだから。え、何？いきなりどうしたの？何それ、キモッ。飛び込んでいいの？Thank you.
それで今日はこの後は時間ある？私6時で仕事上がりだから、それからなら空いてるけど。少々厳しいわね。誠一には明日の準備があるから。何かあるの？もういいから。テイ君がいなくなってからみんないろいろと噂してたのよ。レイちゃんの前で言っちゃっていいのかわからない。構わないわよ。私も知ってる話だし、バカバカしいことだと思っているから。バカバカしい話ね。うずきのおじさまにはおじさまの考えがあるだけよ。むしろ新しい土地に行ける身軽さをうちの父も羨んでるくらいなのに。本人も表立って言えない内緒の話ではあるけどね。あとは町の人にも。理由は、それもそうね。それでは私たちはそろそろ行きましょう。あまりお店の前に長居するものじゃないわ。ミュウちゃん。ああ、ごめんなさい。すぐ仕事に戻ります。いいんだ、せっかくお嬢さんが寄ってくれたんだから。今日はこのまま上がってもらっても大丈夫だよ。でもまだお仕事が。大丈夫だよ、お給料はちゃんと出すから。ほら、あまり待たせたら失礼だから、急いだ急いだ。じゃあごめんなさい。いいって、そんな。
られても困るし、むしろ今日はいわゆる有給休暇ってやつ。私と直接的にというわけではないでしょうね。ただうちのどこかとは関係があって、それで私のことを知っていたのでしょう。少し失礼するわ。ちょっと見てくれない？最近時間を合わせてもすぐにずれちゃって、時計屋さんに持っていけばいいんだろうけど、ついつい忘れちゃってそのままにしちゃうのよ。
そんなことないと思うけどな。屋敷にある謎のからくり人形の構造をレイ君の力で見抜いてほしいなんて思ってるのかも。修理屋さんになったら儲かりそうだけどね。そういうものなのかな、一体何の話？あ、セイ君の将来について。就職の希望でもあるの？ああ、なるほど。焦らずに探せばいいと思うわ。地元に就職するなら紹介くらいはできると思うわよ。当然でしょ。うわ、いいな。最強のコネだよ。あ、なんかそれやったら友達だって胸張れなくなっちゃう。気にする必要はないと思うのだけれど、そういうものなのかもしれないわね。ここに来たのも久しぶりだけれど、味は変わらないわね。これから予定あるんだよね。ええ、久しぶりに会えたのにごめんなさい。ううん、楽しかったよ。それじゃあまたね。それではサイを呼ぶわ。ミュウと何か話をしていたの？それで、聖一自身がやりがいを感じないのなら無理に選ぶことはないと思うわ。私は合っているとは思うけれど、せっかくの天からの授かり物ですもの、生かすに越したことはないと思うわ。
来たわね。